施設が回転することによって、走行姿勢から格納状態に 変形することができます。このような格納状態にすることによって限られたサイズ制限の中でも大きな動画を持ち込むことが可能になっています。月のクレーター像を登ることを考えた場合、このような転倒状態になってしまうことも考えられます。しかしこのローバーはこの格納状態に変形するという肩の自由度を利用して、このような転倒状態が移動さも可能にしています。その他にこのように片方だけ動かすような動作をすることによって、体がねじるような動作が可能になります。デモは以上で終了します。ありがとうございました。